本日は編集局第二産業部の大川記者ですすすよよろろししししくくおお願願いいまま本日は大川記者が取材・執筆した記事、油脂メーカー植物由来食品素材を本格展開について聞いていきます。まずはその記事の冒頭を紹介します。国内油脂メーカーが植物由来の食品プラントベースフード PBF 素材の事業展開に乗り出した。乳製品やラード 牛脂などの風味を植物由来の原材のみで再現し食品加工メーカーや外食関連企業に提案する。油脂メーカー各社は環境や社会に配慮したエシカル消費健康への関心の高まりに対応する。また大豆やパーム油の価格が高騰する中。 付加価価値ををを高めて売上上げ収益性を維持向上するる狙いいもあるととうことです、えー、まず、部分でも簡単に説明があるんですけれども、国内融資メーカーが事業展開に乗り出しているというプラントベースフードとはどういったものでしょうかプラントベースフードはあの植物由来のこういった材料だったり原料のみを使用して、あの畜産物だったり水産物、要は、 まあ、あの肉だったり魚だったりま、それにかつまあ,あの乳製品だったりに由来する食品に似せて作られた食品の総称のことです。まあ、最近はよくあの大豆ミートなどで知られるま、植物肉、あの小売店まテントとかで見かけることがありますよね。あの空いたものって、あのプラントベースフードってまあ総称的に言われていて、ヨーロッパなど。ではあのより。 一般的に使われている、うんまあ、名称でヨーロッパというか、まあ、欧,米も欧米ですよねであの市場もより大きいそうですなるほどなるほどそういった食材に油脂メーカーが事業展開に乗り出す背景にはどういったことがあるんでしょうかいろいろというか、まあ、3つ背景があって大きく分けるとで1つはあの先ほどの大豆ミートだったりまあ、ああいったものがあの 最近店頭にも並ぶようになったようにだんだんプラントベースフードそのものが、まあ、日本の市場にも少しずつですが受け入れられるようになってきたということがありますで2つ目がベジタリアンだったり最近ではフレキシタリアンって呼ばれるようなこう消費者のライフスタイルが多様化しているということもあったりこうエシカル消費に対する関心が高まっているということがありますで 最後はこれも企業の感じ経営面の事情なんですけどあの油脂メーカーが扱う植物油だったりあとラードとかに使われる動物油っていうのはあの原材料価格自体はもう上がっていてマーガリンだったりホイップだったりあとも牛脂ラードだったりっていうのはもうその元ともとある製品既存製品そのものの収益力が落ちてきちゃっているんですよね。あの そうした中で、自分たちが得意とする。こういう素材だったり、販売ルートを生かして、何か新しい付加価値をつけていかないと。もうあの企業として成長できないよね。っていったあの油脂メーカー共通の課題があると思います。なるほど、なるほど、そういった中で、あの各メーカーが展開しているプラントベースフードの商品、具体的に教えてもらえますか？まあ、プラントベースフードをといっても、まあ。 あのー、本当に動物由来の元ある素材の代替品というかに,にとして展開しているのでもうそのままといったらそのままですよね、まあ、中でも、あのー、一つ取り上げたんですけどこの式オーツミルクっていうのはオーツミルクって皆さんご存知だとは思うんですけどそれはあのオーツミルクとして、あのー、飲んだりするのではなくてあの牛乳の代わりとしてそれは使うものとして。 作られていて、風味も牛乳に似せてあるんですよね。これも同じ植物油代で作ったマーガリンとかと一緒にあのパンだったりお菓子に混ぜ込んで使用される用途があの多いと言われています。で、そのもう一つがあの動物の油の風味を再現したものになります。あのファーム油要はあの植物油を基盤にしまあ機材としてあの肉の風味 に似せた。まあ、肉の踏みに似せた香味油を。こう。刻み染み込ませたり、あの配合したりして。動物油のこういった。まあ、ラードだったり、牛脂だったりの風味を再現した製品があります。まあ。こういったものを使って、まあ。外食。企業とかと、あとタグを組んで。 私調理のメニューを開発したりとか、まあ、そういったいろんな展開が出てきているみたいですなるほどなるほどプラントベースフード素材の開発についてはあの記事でちょっと紹介がありましたけれども各メーカーカとも既存の技術を活かしているそうですねあそうですあの油脂メーカーって一口に言ってもあのまあマーガリンだったり、まあ、油そのものだったりあの扱う製品自体は、まあ、それぞれ 同じだったりはすすするんんででけどそれぞれぞ強みが微妙に違うんですよね例えばあのアデカという企業でしたらあの牛乳だってこうミルクまあ俗に乳製品というかミルクですよねミルクに関する領域ですごいノウハウがまあ,あるといいますのでどうやってこれを再現しているのってミルクの風味再現しているのって言ったらこ水と油って一時的に交わるときに乳化とかいう表現をよくするんじゃないですか。 すするじゃないですかでそういったあのざっくりですけどこうした現象を分析したりとかそれをこう乳製品の風味を再現するためにあの風味を生かすような技術を応用したりとか、まあ、そういったあの既存事業だったり、まあ、これまで蓄積してきた、まあ、技術を応用しているそうです。なるほどなるほどそういった中で今後のプラントベースフード素材市場は拡大しそうでしょうか 何とも言えない部分はあるんですけど正直あとはあのまず前提として油脂メーカーのこう課題原材料価格が上がっていたりとか新しい付加価値をつけた製品を出さなきゃいけないっていう背景をまあ説明したと思いますがまずまあこういった背景もあってそうしたあのプラントベースフード素材を作る油脂関係の企業というかあの参入がまず増えてくるんじゃないかな先に。今回の記事では取り上げな 買った企業の中でも例えばコンシューマー向け一般消費者向けの製品を手掛けるような会社さんでもあの参入を検討しているとマスコミの取材で明言している例もあります。とはいえ、まあ、あの植物由来のみで作られた、まあ、総菜だったりパンとかお菓子って今製品としては増えているとはいえ もあの最終消費者というか我々食べる方の人間に受け入れられないことには市場の進む自体はまあ広がっていかないのでまあいかにこう食品まあ食に関わる川上から川下までの広い企業が連携したりとかまあ今ある大豆大ミルクだったりオミルクだっこういった植物館まあ要は植物由来っていう。 ものを全面に押し出しているような商品を超えるようなヒット商品が出てくるかも、まあ、ポイントになると思います。あと各社は海外を結構重要市場として見ていてあの欧米はあのもうすでにプラントベースフード関連の市場は日本とは違うような規模にありますしあとライフスタイルはこうだんだんこう生活水準が上がっていくとライフスタイルが多様化していったりという流れもあると思うのであの、まあ、東南アジアだったり新興国の 市場であのこうした製品を展開していくという戦略はまあ,あると思いますありがとうございました今後の大川記者の記事にぜひ注目してください